やっほ、つむぎだよ。高校生だよ。もう学校に行く時間なんだけど、事件が発生しちゃった。ソラちゃんがアーシの学校についてくるって、ダダをこねて聞かないんだよ。だって、だって、ご主人様といつも一緒にいたいんですもの。ねえ、いいですよね。お願い、ご主人様。どうしよう、ソラちゃんは生徒じゃないし、学校には関係者以外は入れないんだよ。そんな、シュン、だったらせめて学校の前まで一緒に行かせてください。ね、ね、それならいいでしょう。学校の前までか。うん、それなら大丈夫かな。しょうがない、いいよ。ソラちゃん、校門まで一緒に行こう。わーい、ご主人様、大好き、嬉しい。ビーン、ビーン、むぎゅ、むぎゅ。わ、ソラちゃんに抱きしめられると、柔らかくて、いい匂いで。気持ちいいよ。だけどもう学校に行く時間だよ。遅刻しちゃうよ。遅刻。それはいけませんわ。お世話ロボットの責務は、ご主人様に健康で正しい生活をしてもらうこと。さ、いつまでも抱き合っていないで。そろそろ行きましょう、ご主人様。うん、わかったよ。それじゃあ、お母さん、妹ちゃん、先に出るね。行ってきます。行ってきます。テクテク。ルンルン、ご主人様と一緒に通学。嬉しいですわ。へへへ、アーシもソラちゃんと一緒に歩けて嬉しいよ。いやん。もう、ご主人様ったら、むぎゅ。あ、ソラちゃん、お外でむぎゅは恥ずかしいよ。通学路だし、同じ学校の子にも見られちゃうよ。誰に見られちゃうって？あ、ひまりちゃん、おはよう。おはよう、つむぎちゃん。朝から歩道の真ん中で何をやっているのかしら？これはね、いやらしい。いやらしくありませんわ。む、何よ、あなた。私とご主人様はとっても仲良しなんです。だから体を触りたくなったり抱き合いたくなるのは自然なことなんです。何言ってるのよ。仮にそうだとしても時と場所を考えなさいよ。好きだからっていつでもどこでもだなんて、けだものだわ。なんですって？つむぎちゃん、ご主人様、この嫌な女は誰なのよ。まあまあ落ち着いてよ、二人とも。ひまりちゃん、この子は九州そらちゃん。最近家に来たアンドロイドの女の子だよ。踏んだ。そらちゃん、この子は北別府ひまりちゃん。つむぎのお友達だよ。小学校の時から同じ学校なんだよ。へんだ。あなた、おかわりじゃなくて、おわかり？私とつむぎちゃんはね、もう長い付き合いなのよ。昨日今日やってきたあなたとは、積み重ねてきたものが違うのよ。長い間の積み重ね。うわーん、えんえん、しくしく。大丈夫、ソラちゃん、泣かないで。何よ、突然泣き出して故障でもしてるのかしら。うえーん、えんえん。ソラは、ソラはご主人様と会ったばかりだから、時間をかけて積み重ねてきたものがないです。しくしく。寂しいよ、悔しいよ。こんなにご主人様のことが大好きなのに、二人には思い出が全然ないんです。わん、わんわん。そらちゃん、むぎゅ。あ、ご主人様から抱きしめてくれた。そらちゃん、泣かないで。アーシはここにいるよ。寂しくないよ。思い出はこれからたくさん作っていこうよ。楽しいことをたくさんしようね。これからは毎日が思い出作りだよ。ご主人様、嬉しいです。何よ、何よ。ひまりちゃんにも、むぎゅ。つむぎちゃん。ひまりちゃん、
大好き。いつも仲良くしてくれてありがとう。ひまりちゃんもいるから、アーシ、今まで元気にやってこれたんだよ。これからもずっと友達だよ。ずっとそばにいてね、ひまりちゃん。ふんだ。言われなくても私とつむぎちゃんの友情は永遠ですわ。友情。ありがとう、ひまりちゃん。大好きだよ。私たちは結局仲のいい友達で終わるのかしら。もう残された時間は少ないのに。アーシはソラちゃんもひまりちゃんも大好きだから喧嘩しないでね。ご主人様がそう言うならしょうがないですわ。別に仲良くするつもりもないですけどね。ムカ。ほらほら、落ち着いて。そろそろ学校に行かなきゃだよ。そうですわ、行きましょう。つむぎちゃん、手をつないでね。にぎにぎ。ああ、待って、ウィーン。ガシャ。私も行きます。私もご主人様と手をつないで歩きたいです。私は嫌よ。つむぎちゃんの手は私のものだわ。じゃあそらちゃんは左手ね。わーい。お手手にぎにぎ、ルンルンルン。こうしてアーシはとびきり美少女でとびきり大好きな二人をなだめつつ、両手をそれぞれ二人としっかりつないで通学したのでした。穏やかな風と暖かな日差しの気持ちいい春の日のことでした。続く、多分。